私の名前はマシンジェです。私はロキチェンです。今日は私たちの大学生活を行きましょう。行きましょう。ここは私の寮です。その寮の名前はマグノリアホーです。マグノリアホーはどうですか？リビングルームの中に大きい窓があります。だから大抵部屋は明るいです。おお、いいですね。そうです。今私はロキさんの部屋にいます。全然綺麗じゃないね、ロキさん。でも食べ物は多いです。これは私たちの友達ですね。名前はルイスです。私はルイス。私は日本人です。何を話しますか？ソファーの右に大きい黒いテレビがあります。そして私の大好きなゲームがあります。任天堂のゲームですよ。そしてここは私の机です。机の前に私はよくここに勉強します。ここで日本語の授業の必要があります。これは私の部屋です。私は一人住んでいます。部屋は広くあります。でもとてもいいです。私は写真が好きです。多いです。これは私の家族と友達の写真です。本当に好きですね。そして本があります。多い。毎週土曜日に私は掃除をして洗濯をします。でも今週はちょっと忙かったです。だから洗濯をしませんでした。今私たちスーパーに食べ物を買いに行きます。ロキさん、はい、学校からスーパーまで どれくらいかかりますか？スーパーまで車で5分くらいかかります。そうですか。私たちスーパーにいます。アメリカのスーパーは小さいです。でも食べ物は多いです。時々学校の近くをスーパーに行きます。例えば毎週私はこのロースに野菜と人参と肉に買いに行きました。ロキさんの料理は美味しいですか？はい、私の料理は自信がある。これはウィンストン・セレムの有名なタイレストランです。で毎月友達と一緒にここで美味しいタイ料理を食べに行きます。今日はヘイスモに新しいクリームとリップスティックを買いに行きました。本当に嬉しいです。趣味は何ですか？私の趣味は歴史映画です。これは私の好きな歴史映画です。Kingdom of Heaven。 歴史映画はとてもかっこいいですね。そうですか。はい。じゃあこんな映画はつまらないですか？いいえ、とても面白いですね。そうですか。ロキさんの趣味は何ですか？私の趣味は料理します。毎週の週末に私はよく午前で起きて、そしてここで料理をします。時々この学校でかっこいいものがいます。そうそうそうですね。例えばこの赤い古い車。今日はパーティーがあります。本当に賑やかですね、皆さん。じゃあ、私たちの大学生活はどうですか？面白いですか？じゃあ、まだ。先週、大
映画館に行きましょう。新しいの、新しいの、どういうの新しいの？古い。或者说。古い映画。